グランツーリスモシリーズグランツーリスモ4グランツーリスモ4はソニーコンピュータエンタテインメントから発売されたプレイステーション2用のリアルシミュレーションレースゲームソフトグランツーリスモシリーズの一つグランツーリスモシリーズ最後の PS2 作品でもある2003年5月のエレクトロニックエンターテインメントエキスポで正式発表された当初は2003年冬の発売を予定していたが 1>, 1年以上延期された。日本、香港、台湾で2004年12月28日に発売されたのを皮切りに2005年2月22日にアメリカ、3月9日にヨーロッパでも発売された。2003年12月4日に発売されたグランツーリスモ4プロローグ版の発売から1年以上経過し、当初予定されていたオンライン機能も削除されたが、 日本で初回に100万本を売り上げるなどその人気が衰えることはなかった。各地域用のバージョンごとに収録車種、音楽等がわずかに異なる。日本では PS2 本体との同梱版、プレイステーションに2レーシングパックがソフトと同日に発売された。登場する車種は80車700車種以上に及び、発売当時の新型車はもちろん人気のスポーツカーから、 クラシックカー、実在する、レーシングカーや、チューニングカー、さらには、コンセプトカーや GT をオリジナルレーシングカーにまで滝に渡る。収録車種の中でも特殊なものとしては、1886年に発表された、世界初の3輪ガソリン車、パテントモーターワーゲン、4輪ガソリン車、ダイムラーモーターキャリッジに、自動車の普及に貢献したホードモデル T や、 オート三輪を代表する車種の一つであるダイハツミゼットといったクラシックカーからナイキのデザイナーが2022年のフォーミュラカーをコンセプトにプリトとのコラボレーションの下でデザインされたナイキワン2022などが存在するこれらの車を集めてコレクションするチューニングしてよりレベルの高いレースイベントに参戦するさらには世界各地のスポットで 写真撮影が行えるなど、幅広い楽しみ方が可能である。コースも50以上を収録。本作では、かなりの数の実在サーキットが収録された。シティコースも健在で、実在するフィールドを背景に、今作では、東京、ニューヨーク、香港、パリ、ソウルなどの都市が、市街地サーキットとして登場する。オリジナルサーキットのほとんどは、進行方向が異なる純走、純層。 逆走が設定されているため、それらも加えると、コースの種類はさらに増加する。新たに、人工知能ドライバーに指示を与えながら車を運転させる B、スペックディレクターモードや、車を写真に収めることができる、フォトモードなどが追加された。リプレイからでもフォトモードを使った、写真撮影は可能。このか、ロジクール製のステアリングコントローラー、GT ホースや、GT ホースプロ、 ドライビングフォース GT、G25 レーシングホイール、ホトモード用、プリンター、USB ストレージなど、大応周辺機器も充実している。GT4 本作のジャケットに描かれている車は、山内和則の愛車でもある、フォード GT。2006年7月6日には、プレイステーションにザベストシリーズの一つとして、低価格再発売された。初期の解説書は、 実際の画面との相違が目立っている部分、誤字、脱字が多い。ザ・ベスト版では、正語表がついている。また、パッケージやオープニングの一部が変更されている。途中から、ディスク本体のレーベル面の印刷もカラーが変更され、シンプルなものになっている。2009年までに累計出荷が1076万本に、達したことが公式サイトで明らかにされた。 グランツーリスモ 3A スペックのセーブデータがある場合は、資金を最大 CR1000 万まで引き継げるようになった。また、グランツーリスモ4プロローグ版のセーブデータがある場合は、国内 B 級、国内 A 級のライセンス試験が免除となる。プレイヤーは運転せず、AI のドライバーに指示を与えながら車を運転させて、レースを客観的に観戦するモード。 リプレイ画面のようなカメラワークでリアルタイムにレースが展開する。ほとんどのレースにおいてこのモードを選択することが可能。B、スペックドライバーはレース出場を繰り返すことで成長し、ドライビングスキルが向上するという要素がある。このモードではレースの進行速度を最大3倍速にすることが可能となっており、レースの所要時間を最大で約1、 3まで短縮できる。また、日本、香港、台湾版以外では、ピットイン時に A、スペックモードとの相互切り替えが可能となっている。なお、B、スペックモードでレースに参戦する場合、ライセンスは全レースにおいて不要である。レースシーンや、あらかじめ用意された、世界各地のロケーションにおいて、自由なカメラワークで車を撮影することができる。撮影した写真は、 ゲーム上でスライドショーなどで閲覧したり、対応するプリンタで印刷が可能なほか、USB メモリへデータを保存することで、パソコンへの転送も可能である。従来作では、ピットクルーは存在していなかったが本作より描画されるようになり、ピットイン時に作業シーンが挿入されるようになった。また、ラリー系のコースでは、観客等が従来の一枚絵から、 動きのある立体的なものになり、稀に写真撮影のためコース上に飛び出してくる観客もいるなど臨場感が増している。p s に用タイトルとして初めてハイビジョン出力に対応した。オプション設定から変更が可能である。ただしアップコンバートによる対応であり、1920X1080i でのレンダリングではない。前作では時間による。 耐久レースは2時間のものしか存在しなかったが、今作では2時間で4時間、8時間、9時間、24時間を走破する耐久レースが追加された。ただし、時間変化が実装されていないため、昼夜の変化は再現されていない、グランツーリスも2個を実在するサーキットはラグナセカノミの収録だったが、本作では大幅に増加した。前作から、 物理演算エンジンを一新したことで車の操作精度が大幅に向上し、実在サーキットで実車とのタイム差がわずかになったため、筑波サーキットなどを高い再現性で収録できるようになった。また、従来は実現困難だった道幅の狭いコースも収録している。日本国内では、鈴鹿サーキット、ツインリンクも定義、富士スピードウェイ、筑波サーキットを収録。 海外では、ドイツのニュルブルクリンクや、ルマン24時間レースが開催される、フランスのサルトサーキットといったコースが収録されている。なお、クランツーリスモに以降に登場していた、スーパースピードウェイは、本作で初めてツインリンクモテキのコースとして、正式に収録された。新たに雪上を走るスノーコースが追加された。ダートコースよりも路面が滑りやすくなっている。 スペシャルコンディションレースは、ダートコースや狭い市街地コース等で 1VS1 のレースをするもので、コースごとに難易度が3段階用意されている。ミッションレースは指定の車に乗り、指示されたミッションをこなしていくもので、コース上の特定の区間で敵車を追い抜くザパス、残り3周のレースで再開から逆転勝利を目指すラスト3ラップバトル、 テストコースでスリップストリームを使い勝利を目指すスリップストリームバトル性能の低い順に数秒から数十秒の間隔を置いてスタートしていく一周のレースに一番性能の高い車で挑むワンラップマジックの4種類のレースがあるいずれのレースも B スペックモードは使用不可燃料の残量の概念とそれに伴う給油の要素が登場給油の量は 任意で設定できる。燃費はドライビングによって変化する。なお、B、スペックモードでプレイ中に残量が禁章となった場合、強制的にピットインの指示が出される。容量は車種問わず80リットルで統一。クランツーリスモ3で登場した GTO とは、戦車、オイル交換、ホイールショップに加えて新たにウイングショップが登場し、一部車種を除き7タイプ3色の 中から好きなリアウィングを装着できるようになった。また、ホイールショップでは中古ホイールとして収録車種の純正ホイールが日替わりで販売されるようになった。登場車種のほとんどのホイールが登場し、同じ形状で色違いのホイールも登場する。さらに、ホイールはタイヤコンパウンドごとに装着されるよう変更されたため、1台の車に 最大で4種類のホイールを装着することができる。一方、ホイールがグランツーリスモ2と同様の1台ごとに購入する、仕様に戻ったほか、一部車種ではホイール交換やオイル交換ができなくなった。トップ画面、洗車、オイル交換に関しては、ピットクルーと同様にクルーが表現されており、戦車ではタオルで車を拭く様子を、オイル交換では、 ジャッキアップされた車の下に潜り込みオイルを交換する様子を見ることができる。エンジンオイルが劣化すると約5%パワーダウンする。新車から走行距離1000から 15000km あたりで一度だけエンジン出力が低下するが、それ以降の出力低下はない。本作から車紹介に新たにナレーションが追加された。各コースでのフリーラント機 アーケードモードでのタイムアタック時のリプレイで聞くことができる。ナレーションは声優のスワベ淳一らが担当。ライセンスは国内 B 級、国内 A 級、国際 B 級、国際 A 級、スーパーの5種類。一つのライセンスにそれぞれ16個の技能試験がある。前作に存在したラリーライセンスは廃止され5種類それぞれのライセンスに ラリーライセンスの要素を分散する形となっている。そのため新たに、ラリーライセンスを取得する必要がなくなり、国内永久以上のライセンスを取得していれば、ラリー系のレースにも出場できるようになった。ライセンスを取得すると商品として、プレゼントカーがもらえる。ライセンス5種類ランク3種類イコール最大18台の、プレゼントカーがプログラムされている。 メニュー画面は各アイコンを小型化カラー化、シルバー値をベースとした。ポップアップは PC デスクトップ風のデザインを採用している。走行中の画面も、前作まではオレンジ色の文字情報が表示されていたが、白色の文字情報に改められ、ビハインドビューではメーター表示がデジタル化された。走行中の視点として、新たにボンネットビューが追加された。 実車を運転する際に運転席から見えるボンネットをイメージして作られた視点であるが、実際はルーフ上からの視点となっている車種も多い。レースに出場した日付やレース結果、車を購入した日付などが記録される。購入した車やプレゼントカーのボディカラーも記録されている。また、4年に一度順元が存在する。オートセーブ機能は常時もしくは、 車売却時のみに切り替え可能であるが、オートセーブ後に手動セーブをしないとダイアリーが記録されず、次回起動時に1日空白になっていることがある。前作、グランツーリスモ3で廃止されていた中古車販売が復活した。実際の中古車販売と同様に走行距離の概念も存在する。なお、販売店はクランツーリスモ、グランツーリスモ2のようなメーカー別ではなく、 年代別に分類されている。ラインナップは7日ごとに入れ替わり、700日周期でローテーションする。また、ごく稀に走行距離が 10km の個体や、ホットカーディーラーで展示されている購入不可能な車種も出現する。噴射時にエンジンパワーを上げるナイトロのほか、ボディ剛性アップ、ボディリフレッシュプランといったボディ関連の注運が追加された。 ボディリフレッシュは 500km 走行するまで効果が持続する。また、グランツーリスモニでは不可能だったハイブリッドカーのチューンも可能となった。また、スノーコースの追加に伴い新たにスノータイヤが追加された。ただし一部装着が不可能な車種も存在する。今作のチャンピオンシップレースにおいてはシリーズとして初めてシリーズ参戦中にセーブが可能となった。 また、スペシャルコンディションレースやミッションレースなどの一部レースでは、激しいクラッシュを起こした際に、ペナルティとして自動ブレーキが作動し、時速 50km まで強制的に落とされた上で5秒間、自動ブレーキ作動中のまま走行する機能が追加された。今作のレース勝利におけるプレゼントカーの獲得は、初勝利後も勝利記録をクリアした上で、 再び勝利すれば獲得できるようになった。また、前作では、チャンピオンシップや耐久レースのプレゼントカーは、複数台の中からランダムに1台選ばれるようになっていたが、今作ではその仕様は廃止され、どのレースも、プレゼントカーは1車種のみとなった。ボディカラーを選択する機能はない。プレゼントカーを売却することで資金稼ぎの手段としても有効となったため、 序盤のゲーム進行の自由度が高まった。なお、コンセプトカーは売り値がつかずに無料で手放すシステムとなっている。今作における出走制限は、ライセンス、車種、下級機の有無に加えて、ゲームの進捗度による出走制限が追加された。上級レースは、初級レース、中級レースのすべてのレースをクリアしていないとゾーンに入場できず、耐久レースは、 ゲーム進行度が25%を超えていないとゾーンに入場できない。ラグナセカを除き本作初登場。それぞれに純走・逆走が存在する。ドライビングパーク本作では実在するロケーションを用いたコースが大幅に増加した。衛星写真はいずれもウィキマピアより、以下の3コースのみ、出走台数が2台となる。 出走台数はすべて2台。前作、グランツーリスモ 3A スペックでは発売する地域で収録曲が異なっていたが、今作でも若干相違が見られる。ミュージックシアター導入により、曲数、ジャンルが増え、日本、中華人民共和国、香港版で全72組100曲が収録されている。収録アーティストには、往年のアーティストや注目、または、 新人アーティストと様々である。もちろん、過去の GT シリーズからフィーダー、安藤正宏、河タジュも参加している。北米、韓国版の収録曲は72曲で、ヨーロッパのアーティストの曲はすべてカットされている。パル版の収録曲は97曲で、日本版にはない4曲が含まれる。レース中に使われる収録曲曲名の後にあるカッコ内は、 その曲が収録されているアルバム名である。なお、記号については以下のアルバムに収録されている。フォトモードで使われる収録曲いずれも往年のクラシック曲が使われる。フォトモードのみならず、ベース中の BGM にもできる。なお、以下の曲はすべてグランツーリスモ4オリジナルサウンドトラッククラシックコレクションに収録されている。本来グランツーリスモ4が 発売予定であった2003年冬に発売された先行版ドライビングスクールを舞台にした入門編の位置づけになっている収録サーキット写真とも小規模であるなお上述の通りグランツーリスも4にセーブデータの引き継ぎを行うことができグリーンライセンスをクリアしていた場合は国内 B 級ライセンスレッドライセンスまでを クリアしていた場合国内永久ライセンスが免除される。フランスのルノーの小型車であるルノークリオルノースポールのプレイステーション2バージョンが2004年にヨーロッパで限定発売された。シートに PS2 のロゴが刺繍で入るほか、フロントサイド部分にもロゴが入る。なお、同社の元になったルノークリオルノースポールはもちろん、グランツーリスも4内でドライブすることができる。 2006年当時プレイステーション3用に開発されていたグランツーリスモ HD に向けてのオンラインテスト検証実験用バージョンである。2006年5月の E3 で初公開された。2006年6月1日からがスタートアップ期間である。2006年7月1日から8月31日までサービスが提供され、2006年9月1日午前10時に終了した。 日本のグランツーリスモ公式サイトの登録メンバーで応募があった中から居住地域、年齢のバランスを考慮して選ばれたおよそ4500人、韓国300人、台湾、香港でそれぞれ50人ずつのテスターに2006年5月下旬、ソフトが湿地から送付された。公式発表では5000人がテストを行うことになって、 いたが、実際の配布数、参加人数はそれより少ないと思われる。製品は、通るケースにディスクと簡単なリーフレットが封入されていて、詳細な説明書は公式 HP から PDF ファイルの形で2006年8月末まで公開されていた。製品番号は、パプクス9523で NTSCJ DVD ロム2層である。トップメニューの アーケードモードの上にオンラインの項目がある。また、メモリーカードにセーブデータを作ると、アーケードモード、グランツーリスモモードともに、すべての車種が使用可能になり、110億 CR の資金を含むデータが作成される。登場車種、使用楽曲は、従来の日本版と同じだが、ゲームシステムは改良された北米版をベースとしており、オフラインのレース中、A スペック、 p スペックの切り替えがピットインジに可能になっている。キロメートル毎時、マイルパーアワー、ps, hp 等の単位表示も切り替えられる。チューニング画面では、車重も表示される。2p, ps 二同士を接続する、ランタ線はできず、デモリプレイは一切収録されていない。リプレイは、USB ストレージにセーブできる。中古ホイールショップには、 日本版には登場しない、クライスラー 300C 等のホイールが売っている。従来の製品版とのセーブデータの互換性は一切ない。テスト期間中にオンライン上でパッチが配布され、オンラインモードでも 1080i での表示が可能になった。有名ドライバーもオンラインのイベントに登場したが、車メーカーとの関係上、彼らは期間中特別に用意された。 別の ID で普段は参加していた。ゲームのサービスはすべて無料だった。テストに対する金銭的報酬はなかったが、アンケートに答えたテスターには、特製の各コースのロゴステッカーが後日送付された。同時期に、北米でもオンラインパブリックベータバージョンによるテストが行われている。当初、グランツーリスも4モバイルの歌唱で開発が進められていた。 プレイステーションポータブル向けの作品。グランツウリスモのタイトルで2009年10月に発売された。サーキットや車種のほとんどは GT4 と共通している。ありがとうございます。